はい、スマホ携帯ジャーナリストの石川進です。チャンネル登録、コメントよろしくお願いいたします。本日ご紹介したい製品、こちらになります。アップルの AirTag になります。4月20日に発表会がありまして、で、ね、4月23日、9時からの注文開始となるというものになっております。1個ね、3800円税込み、4個パックですと1万2800円という商品になっております。こちらね、何かと言いますと、まあね、これいろんなものにつけることによって探し物ができると。iPhone を使って探し物ができるといったようなものになっています。で、こちら、まあ、Bluetooth が発信されていて、まあ、最寄りにある、まあ、近くにある iPhone と暗号化されて、まあ、通信していると。で、まあね、世界中に iPhone って、まあ、iPhone とか iOS デバイスといったものが、まあね、10億台以上あるというところもあるので、まあ、そういったものを通信することによって、まあ、街中に、まあ、鍵を落としても、まあ、財布を落としても見つけることができるというようなツールになっております。で、こちら、まあ、見てお分かりのように、だいたいこう、なんでしょう、ね、コートのボタンとか、まあね、それこそ、まあ、オセロの石とか、まあ、そんな感じのね、大きさなのかなと。重さ的には11グラムあります。でね、これ、まあ、とっても簡単に設定できるので、まずご紹介したいと思います。こちらね、開けてみますと、ね、こういった形、薄いね、ビニールがついてますので、これを外します。でね、ここ中にね、コインの電池が入ってますので、これ引き抜くと、はい、電源が入る形になります。で、こちらね、iOS 14.5の入った、ね、iPhone 12ミニになっております。ね、こちら新色のパープルですね。はい。で、まあね、こちら画面見ていただけますと、まあ、近づけると、こういった形で AirTag 接続しますかといったようなメニューが出てきます。で、こちらね、まあ、すぐにこうやってポップアップして表示してくれるというのは大変便利なのかなと。何も考えずに、まあ、接続できるというものになっております。はい。そうしますと、ね、AirTag の名称を設定することができるようになってます。ね、さまざまに、まあ、鍵ですとか、傘ですとか、自転車、手荷物、あとね、自由に名前を設定することも可能になっています。ではね、まあ、ベタなところで鍵を選んでみましょう。はい。で、こうすることによって、まあ、AirTag を Apple ID に登録するといったところで、メールアドレスと、ね、電話番号が、まあ、提供されるというところ。ね、これはね、Apple に提供している個人情報に紐付けられるというところ。ね、これで続けるとします。はい、こうすることで、まあ、設定が進んで、まあ、すぐにね、探すことができるようになるという形ですね。はい。はい。でね、実際に今これ持った状態ですけども、これね、iPhone 使って探すってね、まず実際にこうね、音を出してみるというものをやってみますと、まあ、こういった形で音が出るので、音で探すことができるというものになっております。あとですね、まあ、これ iPhone と、まあ、AirTag がついていることによって、まあね、近くにいることによって Bluetooth つながっていると、まあね、こういった形で見えますかね。はい。こういった形で、どこにあるかというものが分かるようになっています。こちらね、iPhone 11シリーズ、12シリーズによって U1 チップというチップが入っていて、そのね、方向性を知ることができるというものがなっているので、こういったね、チップが今どこにありますかというものが分かるようになっているというところなので、まあね、これめっちゃ近いので、まあ、この周辺、まあ、30センチから40センチ程度の近くにありますよということが分かります。でね、これよくは、まあ、発表された当時に関して言いますと、ね、子供のね、ランドセルにくっつけて、子供がね、どこにいるか分かるんじゃないかとかいうふうに言われたりもしますけども、まあ、こちらというのはアップルとしては、まあね、人を探すものではないということを言っております。人を探す場合には、まあね、それこそこうアップルウォッチ、今ね、アップルウォッチは子供向けにね、親のアカウントに子供を紐付けることによって、アプローチ単体で使えるようにできるので、まあ、子供にアプローチをつけさせて、ね、iPhone から探すといったことも可能ですし、まあ、大人であれば、まあ、iPhone を持ってもらって家族を探すということができるので、そして人を探すにはアプローチもしくは iPhone を使ってくださいねという言い方をしています。で、これね、やはりこの AirTag に関して言いますとね、相当セキュリティにはまあ気を配っていて、Apple としてはね、
下手したらこうね、ストーカーですとか、まあアイドルにね、プレゼントにこれをね、忍ばせて送ってね、アイドルには特定してやろうとかっていうね、使い方も想定されるんですが、まあそこはね、しっかりと配慮がされているというものになっています。例えばね、こうエアタグをね、カバンにしも染み込む、あ、カバンの中に入れてね、密かにこうね、忍ばせておき、まあね、追跡したいという時には、例えば自分が iPhone ユーザーでね、そういったね、エアタグを入れられてしまったと、カバンに入れられてしまった時には、iPhone からね、これは見たことない絵ね、通信したことないエアタグが近くにありますよといったような通知が出るので、まあね、そこから発見することが可能と。通知が出るので、それをね、タップすることによって、エアタグが鳴るので、これってまあ見覚えのないエアタグなんだけど、というところで、ね、発見することができるというふうになっております。で、さらにね、じゃあ自分は Android 使ってるですとか、あとはまあね、そういったこう近くにスマートフォンがないという時にも、これが音が鳴るようになってますので、まあ、それで発見できるというものになっています。で、しかもこれ、まあね、実際発見したとき、街中で発見したときにね、これね、別の iPhone とか Android スマートフォンでかざすと、まあね、これがね、どの所有物なのか、誰が持ってるのかといったことがわかるようになっています。ですので、例えばこうね、自分がこれ鍵をつけておいて街中でね、落としてしまったと、別の人が発見したというときには、その別の人が iPhone もしくは Android でこれをかざすと、これは落とし物ですよというものが分かって、ここに電話をしてくださいといったことを表示できるようになっています。こちらね、持っている本人が紛失モードというものにすることによって、こちらね、発見するときにはまあ見つけてくださいよというようなことが可能になっております。ね、この辺で言いますと、まあ、いざね、落としたときにまあ安心というところもありますし、まあね、実際ね、なかなかね、落としてね、発見されてね、こうやってかざす人っていうのはね、まだまだいないとは思いますが、とはいえね、例えばじゃあ自分がこう落としたことに気づいたと、やべ、鍵どこ落としちゃってるというときには、こうね、iPhone のね、iPhone を起動して、まあ、探すというアプリを起動することによって、じゃあね、これがどこにあるのかといったことが把握できるようになっております。これというのは、まあ、これ自身ね、セルラー機能は載ってないですけども、Bluetooth でいろんなね、周りにいる iPhone と連携することによって、まあ、この居場所が分かるといったことになっているので、まあ、とても便利なのかなというふうに感じています。でね、こちらね、あくまで今回も Apple が出した AirTag といった商品ですけども、こちらに関して言いますと、ね、この仕組み自体はサードパーティーに開放されていて、まあね、こういったプログラムとして、まあ、提供されるというふうに言われています。ですので、まあ、今回はね、Apple のこの AirTag ですけども、例えばそれこそまあ自転車メーカーが自分たちの自転車にこの仕組みをまあ埋め込んでしまうですとか、下手をしたらまあ高級な傘にこれを埋め込むことによって、ね、傘自身が AirTag の機能を持っているというものになったりもして、例えばそれこそこうね、傘、もう本当にね、高級な傘をなくしてもすぐに発見すると、エアタグをつけてなくても傘に内蔵されているので発見できるということも可能だったりもしますし、ね、まあ、それこそ自転車、今ね、自転車ね、駅前にこう大量に並んだりもしますけども、まあ、そういった自転車もね、エアタグ機能が内蔵することによって、まあ、それでね、なくす心配はないという可能性もあったりもするのかなと。いうところで言うと、エアタグね、非常に可能性を感じますし、あくまで人を追跡するものではないというところを覚えていただけたらなというふうに思います。以上がエアタグの解説でした。ありがとうございました。